始まるぜマイティーローアカデミア。物語の主役はこいつ緑谷いつか宇宙少年。敵はもともと無個性の少年、何の力もなかった残念けれど、ある時力引き継ぐ受け継がれ力ワープ。平和の象徴オールマン。オールマイトに知らせが届く。恐れおののく不穏な知らせ、やつが来るやつがやってくる悪の象徴動き出す。ブー、俺の盟友でありお前の師先代ワン・フォー・オール所有者志村を殺し、お前の腹に穴を開けた男オールフォーワンが再び動き始めたと見ていい。あの怪我でよもや生きていたとは信じたくない事実です。あの子にもしっかり話しておいた方がいいぞ。お前とワンフォールにまつわる全てを。オールフォーワン、オールフォーワン、機械機械憧れオールマイト、その顔がおののいてた、その口から来た名前悪の象徴オールフォーワン。君に受け継いだ力ワン・フォー・オールはもともとある一つの個性から派生したものだ。オールフォーワン、他者から個性を奪い己が物とし、そしてそれを他者に与えることのできる個性だ。みんなは一人のため。超常黎明期の荒廃した世界でオールフォーワンは人々から個性を奪い、瞬く間に悪の支配者として日本に君臨した。彼には無個性の弟がいた。体も小さく卑猥だったが正義感の強い男だった。兄の所業に心を痛め抗い続ける弟。そんな弟に彼は力をストックするという個性を無理やり与えた。まさか無個性だと思われていた彼にも一応宿っていたのさ。自身も周りも気づきようもない個性を与えるだけという意味のない個性が、力をストックする個性と与える個性が混ざり合った。これがワン・フォー・オールのオリジンさ。男を消す、ヘラヘラ笑ってやがるあの男。僕はお前のことは理解も納得もできない。ヒーロー殺しは納得はしないけど理解はできたよ。僕もヒーロー殺しも始まりはオールマイトだったから。やり方は間違っていても理想に生きようとしていたんだと思う。ああ、すっきりした。なんでヒーロー殺しがムカつくのか、なんでお前が鬱陶しいのか分かった気がする。全部オールマイトだ。あいつが救えなかった人間などいなかったかのようにヘラヘラ笑ってるからだよな。オールフォーワン、オールフォーワン、キッチャーリッキスレディ。恐れる人が動き始めてる悪の支配者。
者やってくる。世界を呼ぶに叩き落とすもの、悪の象徴オールフォーワン。そんな大昔の悪人の話、なんで今それが。成長を止めるこせ、そういう類を奪い取ったんだろう。半永久的に生き続けるであろう悪の象徴、敗北を喫した弟は後世に託すことにしたんだ。今は叶わずとも少しずつその力を培って、いつか奴を止める力になってくれと。そして私の代でついに奴を討ち取ったはずだったのだが、奴は生き延び、ヴィラン連合のブレーンとして再び動き始めている。ワン・フォー・オールはいわばオール・フォー・ワンを倒すため受け継がれた力。君はいつか奴と巨悪と対決しなければならないかもしれん。酷な話になるが頑張ります。オールマイトの頼み、何が何でも答えます。あなたがいてくれれば僕は何でもできる、できそうな感じですから。言うんだオールマイトよ。言わねば。違うんだよ緑谷少年。私は多分その頃にはもう君のそばにはいられないんだよ。 He's got